こんにちは、池田真子です。はい、今回は 3COINS の購入品を紹介していきます。今回はインテリアや収納グッズ、あとバイヤーさんのおすすめも買ってみたので、ぜひお買い物前の参考にしてください。では1点目、こちらアトラクションフレグランスのアロマディフューザーです。こちらは全部で11種類あって、その中の今回はこの7番を選びました。はい、中はこんな感じで、フレグランスオイルボトル1本とスティック6本が入ってます。このスティックの量で香りの強さも加減できます。香りによって色も違うんですけど、7番はこんな感じの綺麗なグリーンです。あー、いい匂い。はい、蓋を開けたらもうこの中に入れるだけです。かわいい。こちらは木の香りを感じるシトラスノートで、柑橘の青い香りの中に立体的な芯のある香りがします。本当に爽やかな香りで、シトラス系が好きな方はね、好きだと思います。私ももうこれはもう香りに惹かれて選びました。実際の香りで言うと、梨やリンゴ、あとミントやムスクのような香りがします。こちら店舗限定の商品なんですけど、実際にその店舗でこう匂いを試しながら選べるので、好みの香りを探してみてください。はい、続いてこちらアトラクションフレグランスのシャシェです。こちらも香りがいくつかあって、今回は5番にしました。あー、はい、中身こちらです。もうね、袋を開けた瞬間から紅茶のいい香りです。こちらは実際の香りで言うと、レモンやブラックティー、あとホワイトムスクやジンジャーの香りがします。こうやって匂うとね、もうまさにブラックティーの香りで、ちょっとなんか入浴剤っぽい爽やかさもあって、なんかね、すごいいい匂いです。両面ともデザインになっているので、クローゼットにかけていてもすごい可愛いし、だいたい 3,4 週間持ちます。あとはこういう風に近くに置いてても結構しっかりと香りがするので、枕元とかに置いて寝るとリラックスして眠ることもできます。はい、続いてこちらスリムアイロングローブです。はい、こちらはビーチとブラウンのすごいシンプルなデザインになっていて、ここのポケットに手を入れてハンガーに衣類をかけたままアイロンすることができます。はい、中に1個ね、こうベルトがあるので、ここに指を通しておくと、なんかこんな感じですごい固定されやすいです。これはね、すごい扱いやすいスリムなデザインになっていて、他にね、もう少し大きいサイズのタイプも販売されてました。で、こちらを洋服の裏側に当てて、アイロンをそのまま上から当てれるっていうような商品です。で、耐熱温度は約80度で、スチームアイロンは使えないみたいなので気をつけてください。ちょっとワンポイントでロゴがついていたりとか、ループ付きでこのままね、フックにかけて収納することもできるのが便利です。アイロンに使うアイテムでこういう風にシンプルなものとか可愛いものって少ないと思うので、なんかこういう部分でも気分を上げれるのがいいですよね。さっきからさ、こう物を動かすたびに風でさっきのフレグランスの香りがすごいして、めちゃくちゃ癒されます。はい、続いてこちらダリアクッションのイエローです。こちらは他にアイボリーとブルーもあって、どれもね、すごい淡い色なので、組み合わせて使ってもいいし、こういう風にポイントで使うのも可愛いです。触った感じもね、すごいふわふわしてて、なんかこの丸みのあるデザインがすごい可愛いですよね。まあ、触った感じもすごいふんわりとしているし、なんか横から見た時も程よい厚みで、このまま上に座ったりしてもいいし、クッションとして飾っててもいいし、なんかこういう風に上でスマホをいじったりとか、ちょっと頭にこう使ったりとか、なんかいろんな使い方ができそうです。ちょっと座ってみよう。あ、全然違う。今ちょっとお尻に敷いてみたんですけど、めちゃくちゃ気持ちいいです。あ、やっぱ変わるんやん。
普段撮影する時とかご飯を食べる時も基本こうやって座って食べるんですけど、やっぱりこうラグの上に直接座ると結構お尻が痛いなって感じてて、でもこちらを引くとそんなにめちゃくちゃ高さが出るわけでもないし、でもお尻周りはねすごいこう柔らかくフィットしてくれるので、普段お家でこう地べたに座るっていう方とかはこういうの1個持っておくとおすすめです。はい、こんな感じで置いたりとかしても程よい差し色になって可愛いですよね。はい、続いてこちらエコ卓上スタンドのベージュです。こちらは他に濃いブラウンも販売されていました。でこれよく見るとちょっとこう粒が入ったような感じのデザインになっているんですけど、原料にコーヒーくずを混ぜてプラスチックの使用量を軽減されています。なのでこの粒がコーヒー豆ってことなんですかね。でもコーヒーの香りがするとかではないです。でこちらはデスク周りの小物を整理するのに便利なスタンドになっていて、こういう風に立てて使ってもいいし、反対にこう傾けてこの上に乗せるような感じで使うこともできます。はい、縦だったらこんな感じでリモコンやペンもさせるし、横向きだとこんな感じでマスキングテープとか小物を置くイメージです。こちらはもうナチュラルなお部屋にすごく合わせやすいし、と 2way になっててこうお部屋の使い方に合わせてこちらも使い分けできるので、これ以外に他の形もあったので一緒にチェックしてみてください。はい、最後こちらです。お菓子もんの素材を生かしたかぼちゃスティックです。こちら275円です。こちらはバイヤーさんおすすめの商品で気になって買ってみました。かぼちゃ本来の甘みをギュッと凝縮したスティックっていうことで、ちょっと実際に食べてみます。はい、中はこんな感じです。このかぼちゃの色がまた綺麗ですね。いただきます。すごいサクサクで軽い食感で、最初はちょっとこう塩気を感じるんですけど、食べていくとだんだんかぼちゃの甘みを感じます。確かになんか止まらなくなりそうな食感です。うん、本当にかぼちゃの自然な甘さがするし、これチャック付きになっているので、ちょっとしたおやつとかに持ち運ぶのにもいいですよね。ちょっと小腹が空いたなっていう時にぴったりです。でこれ他にレンコンやごぼうもあるみたいで、私が行った店舗では売り切れてたんですけど、もし見つけた方はね、ぜひ食べてみてください。はい、ということで今回は3COINS の購入品を紹介しました。香りに癒されたり、ちょっとお部屋のね模様替えをしてみたり、気になるのがあったらチェックしてみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では池田真子でした。バイバイ。